そこをちょっと失礼。祈っておこうかな、航海の無事を。1890年アメリカ太平洋サンディエゴビーチをスタートし、ゴールをニューヨークとする、人類史上初の乗馬による北米大陸横断レース、スティールボールランレースが開催された。観戦に来ていた車椅子の青年ジョニー・ジョースターは、鉄球を操る男ジャイロ・ツェペリと出会う。お前はこの国の未来への幸せを邪魔している。同じ場所に隣の世界を同時に存在させられる。